はい、皆さんこんにちは、ちゅでございます。ポリブリッジありますよこれがね、パート23になるのかな4月5日以来のほぼ1ヶ月ポリブリッジやってませんでしたね。いろいろありましたね。もうね、私メンタルが豆腐なんでねじゃあやっていきましょうか。あのね、詐欺になっちゃうとダメだからね、あのちゃんと解けなかったらタイトルに解けませんって出ますんで、ね、書きますんでね、やっていきましょうか。これなんだっけ、あーなんかもう胃が痛くなってきた。ロードできんのこれ。あ、いっぱいロードあるわ。どうしたっけ。あー、こんなのから、こんなのからこれちょっと走ってみようか。うわー、ちゃーこれは無理だろう。セーブじゃないね。おそらく一番新しいセーブファイルってこれだね。一番どんなの作ったの。あー、なるほど。どうしろってんだろうこれ。あ、もう解ける自信がなくなってきちゃったよ。あ、1番と2番は一緒なのか。え、1番と2番一緒かい。あ、ちょっと違う。これはもう頭の中真っ白になっちゃってて、やり直しだね。1からね、1からやり直しましょう。はい、全部消去。使えるのが道と木材と鋼鉄3本しか使えないのかな。あ、違うか、これ番号か。うん、この車がすんごい重いんだよね。これ予算超過しちゃうんだよね。船走るの関係ないもんね。こうだとしたら、あとロープ使えるって何に使うんだ、ロープを。上から吊る？ビュ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 っと。そんなの超過になっちゃうでしょ。としたとして、あ、最後だけちょっとおかしいね。これグリッドは、あ、出てなかったね。あ、グリッド出てないからちょっとダメだね。いやー、参っちゃったねもう戦意喪失ですよこれもう勝てる気がしない勝てるとかそんな問題じゃないんだけど、これね、あ、いや違うよ、ごめんなさい。これね、こうしたからってどうなのって思いがちなんですけどね。うん、これしたからってドガシャーンそらそうだわ。それかここになんか強固な何かを作ればいいのかな。ちょっと待ってね、まあ、これ消さなくてもいいのかな。もうちょっと強固な何かを作ってみますか。もう今回もすごい時間かかりそうな気がねしちゃうんです。あら、あ、はい、あ、ダメだねこれ。消さないとダメだわ。道路消しちゃいましょう。いや、まあここだけでいいか、消すのは。おや、選択してかない。久しぶりのオペレーションなんですけど、何か間違えてる私。いや、間違えてないよね。反応が悪い気がしますね。いや、これ6万使えって言われてるんですけど、あ、この道路も消しちゃおう。邪魔だね。これをこうして、こうして、
こうしてね。いや本当ね、こののんびりした曲調がね腹立っちゃってね。あ、これでいいのかな。でこれでいいよ、ね、ああそっか、ここまでか。でここは届かないから、まあこんな感じで、ここもどんどこどんどこ。あ、そうだ、これ別にデリートしちゃえ。これでもすっごい重いで、なんか釣ればいいかなと思ったんですけどね。あ、でもこれじゃてっぺん行くとき釣れてないよね。ということはこれを切って上下反対の方がいいのかな。あ、なんかこのやつこんなもんまで出てきちゃったけど、いやでもこれ超過しちゃうよね。こんだけで2万6000使ってんもんね、もう。どうすべきなんだろう。すごく頑丈にしないといけないんだよね。ちょっと待ってね、どれぐらい頑丈だったら崩れないのかをちょっと検証した方がいいかな。これ絶対無理だよ、もう。どれぐらい頑丈だったら崩れないのか、ちょっと普通の道で試してみましょうか。この重量だとどの程度までがいけるのか。いやーほんとね、もう。でね、じゃあここは何で支えんのとなると、あ、これもあれかな、ここを何かしらで支えないといけないんですよね。こんなの絶対ロープで無理ですよ。てか船当たるだろうしね。持ってこれたら嬉しいけど。おい、うお、もう破断しちゃったね。いきなし破断しちゃった。ということはこれは全然ダメだと。私の大好きなこれね。あ、ちょっとグリッド消さないといけないんだわ。私の大好きなこれだと限られるよね。こうして、そうだ、今回はあれなんですよね。今回この下の部分は関係ないんですよ、実はね。実は強度を測るためのもんですから別段。あ、ダメか、これだったらダメだな。うおお、根元からボキッといっちゃったね。うん、いや私がもう今思ってるのはね、この木材と道路だけでこのダンプカーを支えるのはどれぐらいいるのかっていうのが知りたいんですが、知らしてくれないよね。2階建て、いや何が2階建てなの何が2階建てなのかな。おー、これじゃない。でも結局あれと一緒になっちゃうよね、セーブしてたやつとね。この方がいいのか、途中からギューンと行く方がいいのか、どっちにしろ釣れてないからダメだよね。で
じゃあ鉄骨をフレームにしてみましょうかと。ああ。ありなのかな。これほんとどうやって解いてんだろう。でここはここ鉄でしなくていいかな。うん。でまさかの鉄でいいのかな。いやまさかだけど、まさかの鉄でいいのかな。これあいやいやいや、あそうだ、鉄は長いからね、すっごく伸ばせんだよね。これかな。えダメでしょうねこれ多分。あどうなどうするんだっけこれ。あこうかこうか、こうだね。いやダメな気がするんですよね。本当後ろの曲が恨めしいよね。違うよって言われそうな感じがしちゃうよね。こんなんでは持たないんでしょう。もう5万超えてるわ。これ6万で収まらないね。おお超過しちゃった。超過しちゃっても持たないんでしょこれ。ここまで来ると正攻法でやっちゃダメなのかな。うわっちゃほらいやー参ったぞー、参ったで、ここを例えば今割れたとこがここら辺として、ここを紐で引っ張ったところで、うん、一段階できないもんね。これ何かコンって帰れるのがあればいいんだけどね、属性はね。これほんと YouTube でカンニングできないかなでもこれカンニングしたら終わりだもんねこのゲームはさすがにカンニングしたらもうそこで終わっちゃうもんね。柔らか頭できてないのかな。先月の真ん中ぐらいで瀬戸橋見たんだけどね、瀬戸橋、赤潮橋を渡ってきたんだけどね、なんもプラスにならなかったね。どうすべきなのと。どうするんだろうね。道路こんなジャンプするような車じゃないんで、ああアーチか、あれアーチ私やってたと思うんだけど、アーチはやってたよね、私アーチはやってたよ。ドレーシング2でアーチはやってたよね。確かアーチやってましたよね。おや、これやってたはずですね。あ、でさらにこれもトレーシング2で埋めてしまうと。はい？ダメだって、ダメだって言われちゃったね。これアーチでもダメだよね。
アーチでもダメだよね。アーチはやってたよね。あ、でも長さすごくいい感じで、下で結べばってとこだよね。お、ちょっと待てよ、直角三角形にしたらどうなんだろう、グリッド。ああならない直角三角形にはなんないか。今なんかねピシンってきた気がしたんだけど、あでもねバシッてくる気がするのはいつものことなんだよね。でね、私これ思ったので、次こうしてね、こうしてここと結べないかな。お、結べた。あ、でも持ってるのは持ってるのかな。あ、どん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 厳しくなっていくんだけど、あ、まだつなげるね。おや、ほほほほほ、あ、違うね、これ違う違う違う、これ今度ここだ。うわで、こことまたつなぐの。これでもなんかどっかでやった気がするんだけど、うん、なんかどっかでやったような気がするね。ダメなら諦めようか。私に足作る才能がないんだ。これコピーでいけるかな。あーダメだね、ちょっと微妙にずってんだね。まあいいや。あ、いやいや、行くない行くない。あ、ここは行った。あ、行くない行くない。あ、そうかそうか、傾斜ついててんだ、だん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 ね。あー道は長いな。あとで微調整しよっか。はい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 。あ、違うよ。はい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 。あ、だんだん狭くなってきちゃったね。これはどうしたらいいんだろう。これだんだん狭くなってきてるね。おう、逆に、うん、直角にしてればいいのか。とりあえず直角にしちゃおう。あ、垂直にね。縦を垂直にしてたらいかがなもんでしょうか。15分ぐらいでやめそうだね。今何分？もういや15分じゃないわ。もう18分も経ってんだ。苦しいな。あ、こっからはあれか。横つなぎになっちゃうのか。こう？なんかいびつなんだけどね。で、こっからこうか。あ、言うなればこうか。でも変な感じなんかね、なんかすごく変な感じがしますね。どういうことこれ。ああ、いや、厚み増してもいいんじゃない。厚み増してもいい気がする。ここもね、無理に増さなくても、あ、増さなくてというか無理に合わせなくても増していい気がするね。あららららら、らで、これでこうフットファーラウェイだもんね。
うちょっと、ああ、これで伸びないんだ。そっか。じゃあ、こういう感じかな。なんか違うけど、ああ、まあまあ、こんな感じかな。グリッドがないけど、ちょっと回してあげてもいいのかなっていう気がせんではないよね。もういっぱいだよーと。ほう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 。あんまり回しすぎるのもどうかなっていうとこかな。いや、これじゃ絶対ダメだよね。あとはこの下にも何か足してあげるような感じの方がいいのかな。あ、そうなるとやっぱ増してやってあげるような感じかな。で、ここも増してみましょうか。これ増したことになるのかな。あ、こんな感じ。こここそ鉄か。ここは鉄のような気がするね。でもこれ鉄でやっちゃうとここにすごく負担がかかりそうな気もするんですよね。で、ほい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 、これなんか前もやった気がするんですけど前もやった気がするな、これ。もうちょっと増して、あ、これ以上増せないんだね、ここは。で、これもこれ以上増し、あ、増せるとこはここまでか。あんた増せるんじゃない？あ、増せるね。大丈夫かな、これ。なんかね、垂直に2本あるともうダメな気がするんですけど。あ、これ届かない。まず、ちょっと動かせないね。あ、でもこっち動かしちゃうとおそらく今度向こうと繋がらないから、こんな感じで、こうすんのかい。果たしてそうなのかなもうね、もうね、もうね、これでダメならちょっと今回もダメということにしましょう。もう、ね、なんだろうこれ。なんかここまでいったらなんか規則性がないもんね。規則性がないですもんね。もうここまでいったらこれこうなっちゃうかな。これは、わあ、いける気が全然しないね。全然しませんね、いける気が。もう、どう、ちょっと世界中の橋見ていこうかな。橋の勉強しないといけないのかな。あ、てか勉強する方がいいよね、絶対ね。どう考えても、ダメだもん、これ。昔子供の頃ね、なんだっけ、橋のね、図書室で橋の本を読んだことあるんですよ。なんだったっけ、なんかラーメン教とかなんか言葉をね、アーチとかで、ラーメン教って何とか思った記憶があるんですけどね。あれって夢だったのかな。こんなん絶対ダメだ、絶対ダメだ。橋作ってると怒られちゃう。じゃあこれ橋作ってる、橋で本当に橋作ってる方だったらすごくうまいのかな。もう止め、もうなんかうまいこといかない。もうなんかアウトなことだけは分かりますよね。おかしいもんね、これね。これなんかおかしいよね。これなんかおかしいぞ
これ、ああ、こんな感じ。違う気がするな。で、これは届かないでしょ、トファーラウェイ。あ、届いた。届いたか。届く？あ、届くんだね。あ、まあここがすごく短いからね。もうちょっとこうかな。で、こうかな。おお、あ、ダメだ。過呼吸になってきちゃった。はあ、ちょっとね、あの血が下がってる。血が下がってますね。あ、久しぶりだわ。デッドスペースやってる時の感覚になってきちゃった。いや、今日はね、朝から結構いろいろやったんですけどね。もうお風呂の掃除もして、うわー、最後になっちゃった。なんか最後になっちゃったらちょっと寂しいよね。もう放送終わらないといけないやって気になってきちゃった。これも鉄だな。ここも鉄だ。で、こうかな。はい、こんな感じで。で、これはこれ以上伸びない。ならば、ここにはできないからこうかな。で、こう。で、こう。ほんとかな、これ。ああ。絶対ダメだな。はい。もうわかんない。ああ、じゃあ悪くなかったのかな。これ、ほんとどうすんだろう。これ、予算内に収まっちゃってんだけどね。もっと増やせっての？こんなにいびつな形なのに？つなげれるところは全部つなげろっていうことかな。なんか規則性もクソもなくなってきたね、だん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 ね。気がしますね。ここはこっちで、こっちもで、ここをもうちょっと伸ばせるかなと。おお、どうなあ、これ鉄だ。どうすりゃいいんだろう。どうすりゃいいんだろうね。ああ、ちょっとこの後気持ちいい動画撮りたいからユーロトラックやろうかな。なんかだんだんおかしくなってきてる。これだったら分厚いだけだもんね。何かの法則を作らないといけないんだろうね、きっとね。この上が弱い。ほい、これと今度逆のものを、あ、でもこっちが、上にこれをかける、こう上する。
というとこだね。一応これでセーブしときましょうか。ロードじゃなくてセーブね。新しいのはこれかで、いや、ちゃんと掴んでくれない。掴んでくれたね。おいおい、木だったらそんなに金かかんないんだね。ほら、本当にカンニングしないといけないかな。でもカンニングしたらもうこのパートやっちゃダメだよね。このパートというかね。あ、でもちょっとその他の人がどういう精神状態でやってるのか見に行った方がいいかな。てかプリブリッジそんな長い動画やってる人いるのかな。 Too far away ね。はい、これでなんかできりゃいいんだけど。あ、届くんだね、一応ね。あ、ちょっとごめんなさいね。あ、ごめんなさい、咳出ちゃいました。30分超えちゃった。これで何か兆し見える？見えない、全然見えない、全然見えない。この辺かな、この辺なんかあったような気がするんだよね。でこの辺ポンと。で今度この横かい、まさか3階建て、まさかの3階建て。いや、どん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 行っちゃうねこれね。え、まさかの3階建てにしたら生きるとか、そんな貯蓄はないよね。さすがにポリブリッジさんもそんな貯蓄ことないよね。なんかこれで期待させておきながら絶望誘うんでしょこれ。ほい、これだんだん横がね、横が破断してってるんで横足していけばいいよっていう。なんか甘いの見せておきながらね、やっこさんね、もうへし折りに来るんだよね。で、ああ橋がどん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 壊れちゃって、なんだ付け足していけば全然兆しがあるじゃないのと。ああ私はこれで何度騙されたかね、このゲームにね。どういうタイトルにしようかな。ポリブリッジパート23解けませんですねきっと今回も解けませんいうような感じですね。ほんと、おい、お、ちょっと待って、お、右だけだね。こんな応力の勉強なんかしてないもんね。そんな自由なかったもんね。建築の勉強やってたりあるのかな。お、両方が割れたね、両方が割れたね。すごいね、こんだけ3階建てにしてもまだ6万超えないんだよね。はい、え、ほらほら今度ここ壊れたでしょもうダメだこれもうごめんなさい皆さん、もう今回はここでおしまい。もうセーブしておきましょうね。もう無駄かもしれませんけど、これどうやったらできんだろう。頭悩ませますね。ちなみにね、次どんなのか見てみましょうか。これ解いたらどうなるのと。解いたらどうなるのか。タイトルに戻れないのこれ。即時リプレイって何？ああ、なるほど。リプレイ今保存したんだね。で、ツイッターとか投げれたね。こんなの開いたら怒られそうだわ。お？となると終了でいいのかな？あ、そうなんだね。私セーブしたよね。ちょっと待ってね、一応見ましょう。これ船関係ないもんね全然ね。ああ、あるわ、よかった、あるね。どうなんの、
ドガシャーンと。よく見て、もうちょっとよく見てみよう。あ、ここで見てもしゃあないんだね。もう一度。もう一度ね。こういう感じかな。土台はこっちは持ってんだね。こっちは崩れて割れてっけど。ジャンプ台作る？いやいや、そのジャンプ台が持たないんだって言ってね、この重いので。まあいいですね。次どんなの？車 ABC を、うん、 A はここに行かないと、で C はここに行かないと、でその間に動くのか。なっちゃ、こう言って A は、あ、ここだね。でこうか。で、あ、なんか見えない。 A はこれでいいか。で C が来るときにはこの道がなくなってないといけないので、うがっちゃ、あ、これいけんじゃない。あー、でもダメだ。あー、次回にしましょうかね。でもこれ1万4000だね。多分ね、道をね、こう、あ、ま、ちょっと見せ、そこそこやっておきましょうか。こうやってね、で油圧をここでつけて、でまた道をこうしとくんですよね。ね、で油圧を上げる、ここで2がこっちで1がなんで、1こうかな、で2かな。ちなみにこれでいくとね、あああ、めんどくさいな。これがね、これを多分グッて上げるときに、またここでも仕掛けを作ってグッて上げる仕掛けをね。ダメか。これをグッて上げて避けといて、で走ってきた車は、お、これ上がって、これってこんなことできるのかな。これ以上作ることはできませんってさ。これをうがっちゃか、どこから、あ、これ？え？あ、これだな。届かないな。ほ、あ、まあここら辺に何かついて、これ繋がないといけないね。あ、そういうことかな。というわけでごめんなさい。この辺で終わっておきます。それではポリブリッジ終わっておきます。どうもありがとうございました。